どうもこんにちは、会長です。ついにね、やってきましたね、スプリンター界。まあ、最後の方に持ってったのは理由があって、まあ、純粋に強さを感じないからというね、まあ、情報を感じないという理由で後回しにしたんですけど、まあ、面白い情報過報あったんで、情報しかないか、うん、情報あったんで、ちょっとスプリンター使いとしてね、分析していきたいと思うんですけど、今回はミクです。ミク最初のデッキはまあまあやらなきゃいけないでしょということで、あれやってます。一応ね、今回は固定でお送りしています。桃鍋タッチ、まあ、これドルケの役割も果たしてるんで、まあ殴られても大丈夫かなということで、まあ最初はね、激戦を繰り広げないといけないんですけどね、下だから、うん、まあダッシュできればいいんだけど、まあなかなかダッシュも難しい。で、ミクで情報、自己回復と味方の回復力上がりました。そうだな、まあ面白いねって思ったね。まあ、やっぱり強くなるんだったら周囲の速度を上げるしかないと思うんですよ、ミクに関しては。純粋にね、うん、それしかないとは思うんですけど、まあただそれだと、まあ、他の周囲キャラでいいやんとかね、なっちゃうと思うんですよね。うん、まあだからこそ、まあ、やっぱりミクらしさをね、情報するという点では、まあ、強くはならないけど、まあ面白くていいんじゃないかなと思います。はい。で、そうだな、どちらかといえばやっぱり固定向けの情報かなって思います。自己回復は純粋にね、野良固定どっちもね強いと思うんですけど、味方の回復ってやっぱり一人になることが多いんですよね、スプリンターなんで。裏つったり裏見たりとか、まあ、いろいろやんないといけないんで、3対3で C で一緒にいるっていうことがほぼない。で、いたとしても、まあ、号令がない状態とか、まあ、そもそも号令入ってないとかだったら、マジで3対3にするのがもったいないっていう感じなんで、回復は上げたとしてもね、うん、まあ、だからこそやっぱり味方の回復が上がっても面白いだけで強くはならないと思います。はい。で、なんか下わちゃわちゃして、まあ、2-2なんとかなりそうなんで、これは上に走る。まあ、3点取れればいいだけなんでって思ったんですけど、赤テレパスを忘れてたんですよね。これ良くないね。ちゃんと家が桃鍋まで切ってタッチすれば多分やられなかったかなと思うんですけど、まあ、下がね、人数より作ってくれてるんで、広がってない下そのまま攻めます。ルチアーノは溜まってないんで、まあ、とりあえずルチアーノまで下に下ろせたら、まあ、C 戦えるかなって思うんですけど、これはザクレイが可能に持ってきてるんで、桃鍋まで切ってタッチ、味方のカノーネが刺さっていく。ドンキですね。ドンキの火力がめちゃめちゃ高くなってる。本当にね、ルルカ強くなってますね。なんか今までだったらドンキ割ってからシリュー繋げて通常通常とか、まあ、やって倒してたキャラ多かったと思うんですけど、今だったらドンキからの通常だけでシリュー打たなくてもやれたり、まあ、そもそもドンキだけでやれたりとか、ツイッターに流れてきたんですけど、デズをね、ドンキワンパンしててびっくりしましたね。やばいっしょ、本当にカード使わずに普通に頭おかしいんですけど、まあ、それでもまだ、まあ、結局近距離キャラだったりとかするんで、まあ、強くはあるけど、まあ、一強とか、まあ、ティア1になるかはまだ怪しいんですけどね。まあ、ただ全然使えるレベルかなとは思います。まあ、ミクは微妙、うん、微妙。はい、2戦目からはね、コンセプトを持ってやっていきたいと思うんですけど、グスミクソルです。まあ、ソルの枠はタドアミとか、まあ、火力の高いアタッカーだったら何でもいいかなって思います。で、回復さんの空かけでやってます。まあ、スカイウォーカーまで入れてもよかったんですけど、ちょっとね、妖精の国入れたくなっちゃうんですよねいいよね、やっぱりこれ無発動でっていうのもなかなか良くて、イラストもね、体力もいいからちょっと入れたくなっちゃうんですけど、ステージがステージなんで、とりあえず自陣触って味方に前に行ってもらいます。加速あったら奥まで詰めてもらってもよかったんですけど、加速がなくなってしまったんで、エリアで C 勝負かな、これは。で、号令食らってたんで妖精の国で回復。これいいね、味方もびっくりしましたね。で、とりあえず C に釣って敵を分散させます。で、 C は取れないの分かったんで、ただアダムが標柱してたところをソルがバイパーでやってくれたんで、そのまま人数有利なんで広がってない A まで釣りに行きます。これで多分敵陣が安定するか C が取れるはず。で、相手が来たんで一旦避けながら戻ります。もうできることはないんで、とりあえずあとはね、裏見てソルとグスタフに2オンで戦ってもらいたいなって感じですね。うん、
まあ、やっぱり見てる感じ本当にグスタフの近くにいるとか、まあ、そういう回復を上げる役割なかなかできないんで、まあ、どうしても全体回復積んであげないといけないかなって思います。なんか武術家アンジュとか、まあ、そうなってくるとやっぱり弱くなってしまうんで、うん、でこれは入れたらいいなって感じなんですけど、入れそうですね。で踏んだタイミングで空かけ切って近距離カバーで祝福まで連切り、まあ、これは入れるかなっていう感じで、空かけでの恩恵で味方のカバーが早いんで、まあ、ここは適当に走り回ってて、スタンもらってるんで、これは妖精で回復。マジで強い。いや、マジで強いんだよね、相手にスタンがあると。まあ、ミクってそもそも、そんなにダメージ食らわないというか、裏にいるか前にいるかなんで、敵と戦わないんで、妖精の国結構入れやすいんですよね。いいよね、これ。あ、誰かかかってるみたいな感じでいけるんで。で味方のカバーがあって4点安定したんで、これはまた自陣広げまして、まあ、あとはもう広げてるところを、広がってないところを広げるだけで8ですかね。うん。で自陣を安定させて、まあ、残り40秒なんで、まあ、とりあえずグスが歩いて相手が攻めてきたんで祝福入れてあげて、回復を、伝えてあげてね、クールタイプ。ユニであと5秒で上がるよとか、まあ、そんな感じでやってあげて、ただ味方が死んじゃったんで、やばいですね、これは。空かけユニドで回復させといて、5フィン来たんで妖精で回復したいんですけど、死んでいく。これは5フィンが残ってたのか、ミクの通常で殺すのが早かったのか、切る前に僕は凍ったのか、そもそも、氷って解除できない？え、わかんないんですけど。やってしまいましたと。え、これどうなん？実際。氷は解除できる？全然知らないんだよね。マジで使わないし。まあ、毒とサイレントとスタンが回復できるのは知ってるんですけど、その他がどうだかっていう話なんだよね。まあ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 、ドンマイという。はい、最後は回復力上がったんで、耐久もいけるんじゃないかということで、ガン耐久やっていきたいと思います。はい。でドアミクやってます。ドアミクでテレパスライズかな。で味方にまあ足の速いアタッカーっていう感じでやってもらって、とりあえず奥飛んで敵陣飛んだところをテレパスライザーでヘイト買ってもらって、まあ、僕は一人だったら多分剥がされないと思うんで、とりあえずドルケだけ切って、うん、まあ、相手の編成的にフルカナで飛ばされるっていうことはないと思ってたんでドルケにしました。であとはもうマジスク食らってたら家がアンジュ連切りかなっていう、まあ、ところかな。とりあえず早めに家が切って、あ、味方の復帰も多分早いと思うんで惜しみなくダメカワ使って耐久です。まあ、ここからちょっと試合展開面白くなくなると思うんですけど、まあ、強いうちに使っておこうということで、まあ、実際動画でやってるところ見せてないんで、ドアとテレパスは、まあ、こんな感じでやりますよみたいな感じで参考にしていただければなと思います。今回はね、アタッカーが飛ばないでミクに飛ばしてるんですけど、まあ別にスプリンターが走ってもいいし、まあ、敵だったら別にスプリンターが飛んでもいいし、まあ、何でもいいかなって思います。まあ、誰かがテレパスして誰かがドアすれば、うん、何でもいいよ。まあ、得意なキャラでとか、まあ、そんな感じでもいいかなって思います。まあ、強いキャラはもちろんいます。まあ、ライザーがやっぱり強かったりとか、まあ、デルミニピックした方が強かったりとかあるんですけど、まあ別に好きなキャラでもね、同じようなことはできるんで、まあ楽しみつつ勝つっていう点では、まあ好きなキャラで耐久するのもありかなって思うんですけど、まあそもそも耐久がつまんないっていう人の方が多いかもしれない。まあ、耐久も耐久で、まあおもろいですけどね。やっぱり失敗したらつまんないけど、成功すると面白いんで、この初動の白熱した試合をね、楽しむんだったらあり。でもあとはもうドルケで踏んでっていう感じで、まあほぼ勝ち確かな。うん。ということでね、終わっていくんですけど、まあ、終わらないんですけどね、うん、そうだな、何話そうかな。まあ、今回ミク使ってたんですけど、明日テスラかな。明日テスラで終わりかな。他のキャラやってない、やったというか全部やったよね、終わったよね。うん、まあなんかそんなにパッとしない修正ではあったんですけど、ベルプレイドリーグとか、まあ、今後の大会まだね、ニーヤコラボすら使えないんですよね。まあ、だから、
2B がいなくなって、まあ、他のキャラが、まあ、情報を下放された中で、まあ、どんな感じの試合展開になるのかっていうマジで予想つかないんですけど、まあ、どうなるんですかね。新総国は下放されなかったけど、まあ、そもそも言うほど別に 2B がいない新総国はっていう、まあ、感じなんだよね。まあ、ただあのステージ選択するっていう点では新総国は結構あの全ステ対応しやすいんで、まあ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 ベルプレイドは強かったりするし、なかなか難しいよね。まあ、てっぺんはてっぺんで、トゥービー使えるんで、いっさかシーズンかな。アイコン、わかんないんですけど、なんだったっけ？弓か。そうだ、モンハンだっつってたんだよね。そう、だからね、ちょっと僕も銀アイコン頑張って取りたいと思います。ありがとうございました。